コウキさん、リエがいつもお世話になってます。リエさんのお母さん、こんばんは。こちらこそです。何かありましたか？うちの娘、いつもいい加減でしょ？コウキさんにも迷惑かけてるんじゃないかと思って心配してるのよ。そんなことないですよ。お気遣いありがとうございます。時間にもルーズだし、約束に間に合ったことなんてほとんどないんじゃない？それはそうかもしれませんね。でも本人なりに努力はしているらしいので、俺も支えていけたらと思ってます。コウキさんは本当にうちの娘にはもったいないわね。また今度二人で遊びにいらしてね。はい、ぜひお願いします。来週は顔合わせがありますよね。うちの両親も楽しみにしていますので、よろしくお願いします。私たちも楽しみにしていますよ。あの子が遅刻しないといいんだけどね。ぜひ、事前によく言い聞かせておいてください。今日はそちらに泊まってますよね。え？誰が？リエです。今日は実家に泊まると聞いていたんですが、来てませんか？リエが、うちに？私は聞いてないけど、お父さんに聞いてみますね。あれ？勘違いだったかな。最近は結婚目前だからか、実家に帰ることが多くて、マリッジブルーというやつかな、と心配してたんですが。え？実家に？リエとは、先月二人で挨拶しに来てくれてから会ってないけど。え？リエ、今どこにいる？は？なんで？実家に帰ってるんだっけ？そうだって言ったでしょ？コウキどんだけ忘れっぽいのよ。じゃあ今はもう実家にいるのか？そうだよ、実家でのんびりしてる。ご両親は今日は家にいるのか？なんでそんなこと聞くのよ、意味わかんないんだけど。いいから答えてくれる？うん、いるよ。ていうか、うちの両親はほとんど出かけたりしないし、なんでそんなこと急に聞いてきたの？気になっただけ。明日は結婚式の打ち合わせ午後だけど、大丈夫だよな？余裕。いつもそう言って遅刻してくるけど、さすがにそろそろ改善してくれよな。わかったって、いちいち説教くさいな、年下のくせに。ごめん、そういうつもりではなかったんだけど。じゃあ明日ね。はーい、飲みすぎないように気をつけまーす。ご両親によろしく。コウキさん、何度もごめんね。お父さんにも聞いたけど、リエから連絡は来てないって。そうですか。わかりました。どうかしたのかしら？あの子どこにいるの？変にご心配おかけしてすみませんでした。自分に考えがありますので、任せてください。また連絡しますね。もう約束の時間だけど、どうなってる？約束？なんの？なんのじゃないだろ。結婚式場で打ち合わせだよ。今日だっけ？もうそんな時間か。こんなこともあろうかと。本当は式場の予約は2時なんだ。1時間あれば準備できるだろ。2時には来られるか？どうだろう。なんで？実家からは車で20分くらいの距離だよな。今すぐ出れば間に合うんじゃないのか？今日は車じゃないし。ていうか、こんなギリギリで言われても。ギリギリって。前々から予約してあったし、行ってあったよな。いいよ、もう迎えに行くわ。え？実家まで迎えに行くよ。準備だけして待っててくれ。いや、それは無理。え？なんで？実家まで来るとかわざわざそんなことしなくていいよ。てか、めんどくさいし、重いし。できるだけ急いで行くから、またね。おい、本当に？じゃあ、着いたら連絡くれよ。明日は親族の顔合わせだからね。絶対、寝坊するなよ。はいはい、余裕だって。あんたは保護者か。先週もそう言って、結局2時間も遅刻してきたよな。結婚式場の担当も予定入っちゃって結局対応してもらえなかったし。もういいじゃん、過去のことは忘れよ。今日は頼むから、飲まないようにしてくれよ。じゃないと大変なことになるぞ。結婚の挨拶のための親族の食事会なんだから。いくらリエが遅刻常習犯だからって、まずいよな。さすがに分かってるって。大丈夫、大丈夫。新婦のリエが二日酔いで遅刻なんて笑えないからな。くれぐれも気をつけてくれよ。後悔しても知らないぞ。
起きてるか？大丈夫？そろそろ集合時間だけど、大丈夫か？こっちに向かってることを祈るよ。集合時間だけど、もう諦めるわ。やば、今起きた。なんかあった？なんかあったじゃないだろ。今何時だと思ってるんだ。ん？今日なんか約束してたっけ？親族の顔合わせだよ。昨日何時まで飲んでたんだ。やば、そうだった。今から行くから親族全員待たせておいて。それくらいできるでしょ？この状況で偉そうに言い出すことができる神経に驚きだよ。仕方ないじゃん、忘れてたんだから。誰でも忘れることくらいあるよね。今日が結婚の挨拶の日だって忘れてて今起きたわ。これから出るから親族全員待たせておいてね。みんな笑顔で待ってるよ。え？よろしく。やっぱ高級優しいね。結婚することにしてよかったよ。それじゃ急げよ。どういうこと？話が全然違うじゃないの。何が？親族みんな笑顔で待ってるって言ってたじゃない。うちの親が激怒してるんだけど。なんで？で、後期はどこにいるのよ。自業自得だろ。何が疑問なんだ？自業自得って何が？自分がしたこと考えてもわからないんだったら結婚なんてできないんじゃないか。何が言いたいの？なんで後期の親族は全員帰っちゃったのよ。うちの両親はブチ切れてるし、状況が理解できないから今とりあえず逃げ出したんだけど。逃げ出しても無駄だろ。状況が良くなることはないんだから、さっさとご両親に話を聞いた方がいいんじゃないか。一体どうなってるの？何が起きたの？結婚は破談になったから、もう俺はお前と結婚するつもりがないどころか、二度と顔を合わせるつもりもない。え？何言ってるの？今日はお前のラストチャンスだったんだけど、チャンスを渡すだけ無駄だったようだな。はあ？ラストチャンス？結婚は破談？なんで？なんでって。お前、約束をちゃんと守れたことあったか？最近はちょっと、うかつだったけど。うかつとかじゃないよな。もはやわざとなんじゃないかと思うくらい舐めた行動してくれてたよな。そんなことしてた？時間にルーズなだけじゃない。最近は嘘までついてたよな。嘘？何のこと？実家に帰るって言ってた日に実家に帰ってたこと、今まで一度もなかったんじゃないのか？え？この間、お前の母親と話していて気づいたんだよ。リエは実家になんて俺と一緒の時しか帰ってきてないって。え？なんでうちの親と話してるのよ！そんなの俺の自由だよな。それでリエが今までずっと俺に嘘ついてきてたって知ったんだよ。結婚直前まで浮気を続けるなんて、いい度胸だよな。は？浮気？そんなのしてないし。もういいよ。その証拠もすべて揃ってるし。それも、リエのご両親に見せたよ。は？両親に？なんで？なんでって、説明するしかないだろ。婚約破棄に理由がないとおかしいし。だけどそんな、意味わかんないんだけど。事実を聞かされて真っ青になってるかもしれないけど、パニックになっても遅いだろ。やらかしたのは自分自身なんだから、どうしようもないよな。やらかしたって何？豪気、誤解してるよ。浮気の証拠は掴んでたけど、それでも今日までは待ってたんだよ。もしかしたら改心してくれるかもしれないと思ってさ、でもダメだった。まさかの3時間遅刻。いや、本当に違うんだって。今日はアラームが鳴らなかったの。昨日は飲みすぎちゃって。もうその言い訳はしつこいほど聞いたよ。だけど俺はもう信じないし、どうでもいい。俺たちは他人だから。他人って何よ？私たち結婚するんでしょ？しないよ。婚約破棄するってさっきも言ったよな。別れるって意味だよ。本気で言ってるの？当たり前だ。こんなこと冗談で言わないよ。私の荷物は？うちにあった荷物はもうすべて両親に渡したよ。え？そんなことまでしてたの？
お前が酔っ払って寝てる間にことは進んでるんだよ。分かったら諦めるんだな。ちょっと、別れるとか無理なんだけど。復縁しようよ。結婚、このまましようよ。私が悪かったのは認めるからさ。復縁？ふざけんなよ。絶対ないから。なんでそんなこと言うのよ。あ、そうそう。食事会のキャンセル料と式場のキャンセル料、ご両親が立て替えてたから、それはちゃんと自費で払えよ。え？キャンセル？俺はもちろん負担しない。全額リエが負担することになってるから。ちょっと待ってよ。なんでそんな話になってるの？私のいないところで勝手に話を進めないでよ。いなかったのが問題なんだろ。それだけじゃない。浮気の慰謝料も請求するから。は？今までどれだけ自分がクズだったのか、これで反省できるといいな。慰謝料って何よ。結婚もまだしてないのに。結婚してなくても婚約して結婚式の準備もして同棲の話も進んでたんだ。慰謝料は発生するらしいよ、弁護士によると。弁護士って何よ。本当にどこまで話が進んでるの。コウキ、落ち着いてよ。私たち結婚した方がいいってば。今までのことは謝るからお願い。謝るだけで済んだら警察いらねえんだよ。今まで自分がどんだけ適当な行動をして俺に迷惑をかけてきたか少しは考えたらどうだ。これ以上はもう無理。迷惑かけるなら違う人にしてください。無理。本当に結婚してよ。結婚できないとか無理なんだけど。ご愁傷様でした。自業自得だよな。今後は飲みすぎたり寝坊したりしないようにするか、それでも許してくれる狂った人間と結婚すれば。俺は普通の人間なのでお断りです。じゃあな、クズ女。その後、ご両親に見つかったリエさんは数時間の説教を受けたのだとか。リエさんはすっかり反省してコウキさんに許しを求めましたが、すでにブロックされていたので完全に無視されて連絡を取ることもできなかったようです。コウキさんは面倒な女とは完全に関係を切り、今は平和な生活に戻って仕事に集中して生活しているそうですが、リエさんは食事会と結婚式のキャンセル費用と慰謝料で親に借金を背負ってしまい、親族にも見放され、孤独なボロアパートで暮らしながら婚活を繰り返しているのだとか。浮気相手にはすぐに逃げられて、コウキさんの優しさを思い出し毎日泣いて暮らしているのだそうですよ。自業自得ですからね。もう少し地獄を味わうべきですね。